デイノブユキは日本の実業家、クオンタムリープ株式会社代表取締役会長、ファウンダー、ソニー株式会社社長、ソニー株式会社最高経営責任者などを歴任した。ソニーの社長を経て会長兼最高経営責任者に就任した。公職としては内閣に設置された IT 戦略会議にて議長を務め、日本銀行参与や日本経済、 団体連合回復会長としても活動した。また、ゼネラルモーターズ、ネスレ、エレクトロラックス等の社外取締役を歴任。2014年8月現在、アクセンチは、100度、フリービット、レノボグループの社外取締役を務めている。会長兼最高経営責任者退任後は、ソニーの最高顧問、アドバイザリーボード議長も務めた後、退任した。現在は、 産業の活性化や新産業、新ビジネス創出を目的として、クオンタムリープ株式会社を設立し、その代表取締役に就任している。2009年には、大和証券 SMBC と共に投資ファンド、大和クオンタムキャピタルを立ち上げた。また、特定目的会社、クオンタムエンターテイメントを設立し社長に就任、吉本工業に対する株式公開買い付けを実施し、 成立させた。なお、2002年に、早稲田大学から、名誉博士の称号を送られている。父は、経済学博士で、早稲田大学教授を務めた、デイゼーの7月28日から1975年11月1日、東京都世田谷区成城で生まれ育った。成城学園小学校、中学校、早稲田大学高等学院を経て、 早稲田大学政治経済学部経済学科を卒業し、1960年にソニー入社。外国部を経て、ジュネーブ国際開発研究大学院へ留学し、修士課程を修了する。ジュネーブ、パリ駐在を経験。10年近くにわたる欧州駐在から帰国後、非技術系ながら、オーディオ、コンピューター、VTR などの事業部長を歴任。 さらに90年代は広告、宣伝本部長として、ソニーブランドのイメージアップに貢献した。2008年6月11日、伊藤上一により撮影された、デイの写真1995年6月、ソニー代表取締役社長に就任。いわゆる、平野取締役から14人抜きでの社長抜擢、就任となった。折しも、創業50周年を翌年に控え、 ソニー始まって以来の新卒サラリーマン社長としてソニーの原動力であるチームスピリットを鼓舞すべくキャッチコピーの IT A ソニーを捨てリジェネレーションデジタルドリームキッズというスローガンを打ち出したデジタルドリームキッズの先頭に立つデイは1980年代前半に8ビットコンピューター事業を手掛けた経験をもとにパーソナルコンピューター事業への再参入を宣言 インテルのグローブ社長やマイクロソフトのビルゲイツ会長との連合を先導し、1996年にバイオ1号機をアメリカ合衆国で発表し、ソニーが AV 企業から AVIT 企業に大きく発展する舵を切った。またデイは社長就任前からインターネットの可能性に注目しており、それを AVIT 機器とつなげる重要性を解き、 1995年11月にはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社を設立。1997年度のビジネスウィーク氏が選ぶ世界のトップビジネスマンに選定された。その後2001年10月にスウェーデンの通信機器会社であるエリクソンとの合弁会社であるソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ株式会社を設立し、ネットワーク時代のソニーグループの礎を築いた。 また、早稲田大学の同窓生である、小渕首相及びその意志を継いだ森首相の要請により、2000年7月には IT 戦略会議議長に就任し、ブロードバンドのインフラストラクチャー普及を提唱し、日本のブロードバンドインターネット接続環境整備が世界に先駆けて強力に推進されるきっかけを作った。ソニーの経営戦略をものづくりから、 コンテンツ重視へと転換を図り、ネットワークを介したハードウェアとコンテンツの融合を衝動し、上実のようなハードウェアの多角化のみならず、コンテンツ事業の拡充も推進。麻生内閣メールマガジン機構に際して公表された、肖像写真2003年4月のソニーショックを受け、ウォークマンが、アップルコンピュータの iPod iTunes に負け、デイラが示した。 経営再建計画の達成が困難を増す中、ソニーの現職社員、OB、国内外の経済メディア、ソニー製品愛好者など、各方面から激しい対人要求が紛失した。2004年にはロボット事業から撤退する、インターネット事業に変調し、2004年には2017年に復活させることになる、アイボやクリオなどロボット事業からの撤退を命令していた。 また、2003年に、ものづくり復活を掲げて発表された、高価格帯路線の新ブランド、クオリアも、業績の改善には結びつかず、逆に、ダブルブランドは、経営や消費者に混乱を招くこととなった。こうした、経営方針は評価されず、2004年1月12日発売の、米ビジネスウィーク誌で、世界最悪の経営者に選定された。2005年6月会長退任。 エイはソニーのビジネスモデルを理解し、経営できる後継人材の選定を OB 役員や社外取締役らと伴いに尽力。その結果、英国人であり、1997年からソニーコーポレーションオブアメリカの経営人として、コンテンツ事業を中心にソニーグループの経営に貢献してきたハワード デイ時代に大きく後退した主力のエレクトロニクス事業を再建するには遅きに死した退陣と評価された。2012年6月、ソニーアドバイザリーボード議長を退任し、ソニー株式会社から退陣した。現在は2006年に自ら設立したクオンタムリープ株式会社の代表取締役として、ソニー時代から培ってきた国内外の人的ネットワークを活用しながら、 国内外の上場企業の社外役員やアドバイザーとして公式、非公式に次世代ビジネスや若手リーダーの育成に努めている。ありがとうございます。